アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、歌唱ロシエルです。はい、今回だですね、セカンド DVD の、撮影で、初のグアムに来ております。前回の DVD はもうこれまで何度も言ってますけど、すごい極寒の12月の熱海で撮影したんですけど、今回は全くの真逆で、真夏暑い地に来ております。グアム、人生初ということで、初めて1日目に来た時からもう浮き足立ってずっとルンルン気分で来てたんですけど、でもグアム雨とかスコールがこう降ったりやんだりして撮影が中断になったりといろいろありましたけど、いや今一番おすすめというかシーンはですね、海ですね。いや海すごい綺麗でした。本当になんか海藻とかも流れてて、初めて見たかもしれないですね、綺麗な海で。あと野生の鶏が2羽いましてすごい可愛かったです。海の撮影も、ちょっと途中雨が降って、かなり大雨が降って、海の横に川がいくつも、発生しまして、でも止んだらすぐ太陽ピカピカで、その日は一日中晴れで、もう日焼け止めもすごいいっぱい塗ったんですけど、ちょっと日に焼けたかもしれないです。いやーでも本当に一生懸命頑張ったので、皆さんにぜひ見てもらいたいです。よろしくお願いします。ということで、歌唱ロシエルでした。バイバイ。撮影中一番印象に残ったことは、そうですね、グラウンドに行きました。野球するところに行ってきまして、こうサッカーをしたり、私今までサッカーするシーンとか見せたことがないんですけど、あとキャッチボールとか、そういうことをしたり、スポーツがちょっと絡んでる DVD もなってます。今まで運動音痴でスポーツ全くしたこともない私がちょっと挑戦してるので、そこもぜひ見てもらえると嬉しいです。一番苦労した、そうですね、プール撮影でちょっと足がつかないところ、深いところがあって、私泳げないのですごい恐怖心と戦ってました。いや結構怖かったですね。もう浮き輪からは絶対手離せないし、でちょっと水がやっぱ冷たくて、でも楽しかったです。恐怖心と戦ってるロシエル、ぜひ見てもらいたいです。家に帰ってまず最初にすることは、そうですね、ゲームします。なんか結構撮影もずっと5日間してたので、なかなか携帯スマホ自体触る時間少なかったので、ちょっと同時進行でやってるスマホアプリ大量になるので、それを進めたいと思います。誰にも負けない自信のあるところ、そうですね、なんだろうな、ウインク、これやれっていうパターンですね。でウインク、はい、得意なので2回やりました。これはウインクは負けません。理想のデートプラン、そうですね、グアム、私も来てグアムの素敵なところ知ってるので、それを、紹介したいですね。ここに、あそこにカエルいたんだよとか海ものすごい綺麗だよとか、あもうすぐあのもうスコール降るからちょっと屋根であるところを避難しようとか、そういうのもすごい分かるようになってきたので、ぜひグアム行きたいなと思います。スタイル維持の秘訣は、これはもうズバリ筋トレですね。私ジャッキー・チェンがすごい大好きなので、もうジャッキーがいつもやってる筋トレ、いつもやってるというか、
やっぱ筋トレをしてあの肉体美を作ってすごい憧れてるので、私も腹筋スクワット腕立てやってます。もう休みの日は腹筋100回とかやってるので、ぜひ皆さんも一緒に素敵な筋肉作りましょう。今回の DVD で自己評価、そうです得点、そうですね、前回の写真集だし DVD が、120点でどこかで言ったと思うので、それをはるかに超えてます。今回はとなると220点。今後挑戦してみたいお仕事、お仕事なんだろうな、そうですね、グラビアは引き続きやっていきたいんですけど、最近ドラムを始めまして、コスプレしながらドラムでもちょっとやってみたいなと思います。はい、いつも応援してくださって皆様ありがとうございます。皆さんの応援のおかげでなんと第2弾、イメージ DVD 出させていただくことになりました。いやー、とても嬉しいです。人生初のグアムで撮影ということで、本当に経験したことのないことをまた経験させてもらえて、またさらにレベルアップしているロシエルが見れるんじゃないかなと思います。また引き続き DVD たくさんゲットしてたくさん見て、次第3弾も出せるように皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。